ガオ浜田山虎の子不動産です。皆さんお元気ですかありとあらゆる不動産を YouTube する YouTuber 不動産屋虎の子です。今日はですね、まあ、杉並中の世田谷に多い子供が独立し、戸建ての部屋を持て余していると。大きい家を、一戸建てを持て余していると。 何よりもですね、庭の手入れやメンテナンスも面倒になってきたという声も聞こえます。そういう場合はどうすればいいでしょうかご提案としてはですね、ご自宅を売却し、充実したシニアライフのために、気付きシニアホームに入る資金に充てる。それかですね、夫婦二人にちょうどいい 2LDK のお近くのマンションへの住み替え。当然土地は高いですから、 余ったお金は老後の蓄えになりますこれがベストプランではないでしょうか虎の子でした続く